どうも山際です。僕らは今クロアチアの首都ザグレブというところに来ております。おはようございます。今日一日ですね、街歩き観光ということで、また少しだけなんですけども、ザグレブの様子を動画でお届けできればなと思っております。今9時ですが、朝の9時なんですが、まあまあ日差しが強くて、じりじりと来るほど暑くなっております。トラムが走っています。路面電車ですね。こういうなんか歴史的な建物で、なんか路面電車がいいよね。昔は多分馬とか走ってたんだろうね。うん、結構照り返しが強くてサングラスないと厳しいですね。で、ちょっと歩いててあれと思うんですけど、ザグレブは人があんまり歩いてないというか、そもそも人が少ないような気がします。ザグレブのメインの広場ですね、イエラチッチ広場というところにやってきました。なんか可愛い感じの街、広場だね。ザグレブ湖には待ち合わせの定番の場所らしい、うん、あ、そうなんだ。渋谷でいうハチ公前みたいな。なるほどね。なんか穏やかでいいね。本当に人とは思えないぐらい人が少ない ね、ゆったりしてるよね、うん、建物もカラフルで可愛い感じです。ザグレブ観光にあたって何かこうポイントみたいなところは、注目してるところある？注目してるところ、なんかここは可愛いから行ってみたいみたいな。マーケットですね。マーケット、やっぱ好きだよね、本当にさ。観光地よりマーケットの方が好きっていうのはどういうことですか、これ。マーケットでハートのランチョンマットを買いたいんですけど、マーケットがどこにあるかわからない。あ、聞くしかないね、じゃあね。聞けば多分インフォメーションセンターが近くにあるから、そこで聞けばいいってことね。で、次に、まあ一応、まあ回りながらいろいろと探していこうかなと思ってるんですけど、次は、こっち目の前に見えてる大聖堂ですね。ここも一応観光スポットの一つです。大聖堂の入り口手前にやってきてますけども、結構大きな教会です。まあ、残念ながら改修工事やってるんですけども、なんか雰囲気はいいね。ね、これがクロアチアを代表する大聖堂。カトリック教会。大聖堂。ようやく日陰に来て涼しいですね。まだ開いてないかな。まだ10時からか。ステンドグラス綺麗だね。ステンドグラス綺麗。ちょっとカメラじゃ分かりにくいですけども。大きいね。テラス席のカフェとかレストランがすごく多く出ています。いいですね。気持ちよさそう。この暖かい気候ならではのね、うん、冬は寒いでしょ多分ザグレブね。そっか、じゃあ夏、夏限定なのかな。でも夏限定でこれ置いてあるってなると、これどこしまうんだろうとかっていうね、問題はあるけど、なんかなんとか村に来たみたいな。なんとか村なんとか村で。ああ、そのセットってこと？セット、うん、そのね、アメリカ村とかドイツ村とかそういう感じね。ゲット。クロアチアのステッカーをゲットしました。クロアチアなかなかステッカーはなくてね、見つけるのに苦労するけど、これまたスーツケースに貼ろうと。はい、貼ります。おしゃれなネクタイのお店かな？すっごい昔は。もっと治安も良くなかったみたいで、だけど食べるためになんかそういう農作業とか外に出ないといけないから、町のそのためになんか無事に帰ってきます、帰ってこれますようにっていうのと、うん、無事に帰ってこれた時はまたここでありがとうございますだって。へー、みんなお守り、お祈り、お祈り、ここで出るともう外になっちゃう。で、これが石の門というふうに言われてる。名前の由来がね、また気になる感じだよね。本当だ、祈りを捧げてるような感じ。観光客も全然いないね。いない、少ない ね、少ないよね、うん、なんか新鮮な感じですね、うん、今までクロアチアね、ドゥブロブニク、スプリト、ザダルと、うんう
観光地を巡ってきているんですけども、首都であるこのザグレブが一番人が少ない気がしています。すごい不思議だね。不思議な感覚です。聖マルコ教会に次はやってきました。きっと写真見たことあるんじゃないかなと、見たことある人もいるんじゃないかなという場所です。それがこちら。かわいい、めっちゃかわいい。こういう教会だったらなんか足を運びたいなっていうふうになんか思える教会です ね。なかなかかわいい場所でいいんじゃないでしょうか。ちなみにこの左側にあるこのマークの下に写っているこの記されているこの動物が天っていう動物らしくてですね、昔々この天の毛皮をですね、まあ、お金代わりに使われていたことから、でこの毛皮がクーナって言うんだっけ。そう、あ、 天のことをクーナって言うんだっけ。天のことをクーナと呼んでいたことからクロアチアの由来が、ね、お金の通貨がクーナって言うんですけども、そこからクーナができたというふうに、言われているという説もあったりします。なかなか面白いストーリーですよね。右が国会議事堂、左が首相官邸か、どれかわかんないんですけど、うん、なんか日本でいわゆる長田町みたいなエリア。でも全然警備がいないね。結構平和で。平和なんだ。なんかでもよくわかんないね。平和な平和風に言う割にはさ、うん、壁の落書きたくさんあるしさ、確かになんか治安がいいのか悪いのかよくわかんない、うんうん、そんな感じになってますね、はい。いや本当に落ち着いてるここの街は。ちなみにこの聖マルコ教会に通ってるこの通りですね、昔貴族の人のみしか歩くことが許されなかったと言われている、そんな通りになります。個人的には全く興味が湧かないんですけども、失恋美術館というものがあります。すごい面白そう。僕は全然興味ないんですけど。なんかね、でもこれふざけたやつじゃなくて真剣なやつらしいよ。そのなおさらやだわ、重いわ。ちょっとそれはさすがに。なんかあるじゃんね、いろいろやっぱ出演するとさ、なんか、思い出のものとかあるじゃん、うん、それがなんか人にとってはどうでもいいものなんだけど、その人にとってはすごいなんかもう、なんていうの重いよ、次に進めないから、それがあると。それを、うん、寄贈することでなんか次へのステップということ。なるほど。なかなかここにはエネルギーがある、ある種のエネルギーが溜まってる場所という感じでもあるね、うん、そしたらくだらないものからね、なんかちょっと泣きそうになるやつもある。あ、本当に。どうやらザグレブにも世界一シリーズがあるようで、ここは何の世界一がある場所なんでしょうか。最も短い交通機関です。何ですかそれは。ケーブルカーがあるんですけど、はい、歩いた方が早いかもしれないっていう。距離は、距離は分かりません。分からない。一応100円ぐらいかかるんだな、乗るのに。ここから、この建物からそこまで、うん、待ってる方が長いな、これ間違いなく、うん。でも意外とね、なんか市民の人が使ってるんだって、現地の人が。あ、そう。おばあちゃんとか、あと重い荷物運ぶ人とかが。ああ。そうかい、そうかい。4クーナ、50円ぐらい。5クーナって書いてあったよ。5クーナって書いてあった。値上がりしてる。アイスとケーキが有名なんです。アイスも。わざわざ俺はここに誘導されてきたのかい。ね。自然にここに来るように。仕組まれてた。ビンセック。出ては。行く？しゃあないな。しゃあないな。お昼ご飯前だよ。怒られるよ、そんなことやってたら。本当ザグレブで有名なお菓子10、うん、あんま200いかないぐらいか。安いね。アイスもワンスクープ9だったから200いかないぐらい。安い。アイスクリームはブルーベリーにしました。買わされました。買いたかったんでしょ。ちょうどよかったよね、暑かったしね。あ、いいね、甘すぎない。うん、うん、ヨーグルト、なんかもう全部の味が美味しそうだった。うん、うまい。そしてこちらのクレームシュニッツァっていう、こちらのザグレブ
ともうちょっと離れたところが本当は本家で有名らしいんですけど、このなんかちょっとねもうプルンプルン。いただきます。うん、あ、なんかちょっとカスタード系なのかな。なんか甘すぎない。ザグレブは定評通り物価が安めですね。安めです。アイスとケーキ頼んで300円だもんね。安い。頼んだったらこれ1個で300円いきそうだよ。きそうきそうきそう。クロアチアベスト100みたいなのすごい選ばれてる。なんかその伝統的な料理の名店なんじゃないですか。ね、名店ですね。いいお店の匂いがくるかわいい。牛肉煮込んだものとニョッキかなとペカと呼ばれるパプリカの肉詰めです。すごいボリュームだね。いただきます。あ、もうビーフシチューです。ビーフシチュー、はい、味は、私もパプリカの肉詰めいただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。うん、うん、ちょっと味が濃いめだけど、うん、こちらもね割と少し酸味の効いたビーフシチューでございます。ニョッキおいしいわ。おいしいね。おいしい。苦しそうですね。食べ過ぎた。お腹いっぱいだね。